投票所での投票の手順について、市区町村の選挙管理委員会から投票所入場券が届きます。投票所入場券を持って指定の投票所へ。入場券がなくても投票はできますが、本人確認に時間がかかる場合があります。マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を持参いただければスムーズに本人確認が行えます。受付で選挙人名簿に登録されている本人か確認を受けます。先に選挙区選挙の投票用紙を受け取ります。クリーム色の投票用紙です。投票記載台で投票用紙に候補者名を記載します。投票箱に入れます。次に比例代表選挙の投票用紙を受け取ります。白色の投票用紙です。投票記載台で投票用紙に候補者名または政党名を記載します。投票箱に入れます。これで終了です。